発射用意。何？スナイパー銃声はなかった。距離400以上だ。そんなことはどうでもいい。撃て撃て撃て。何？うわ。そりゃそうです。園崎家御用達の防弾仕様ですから。追撃しろ。なんて奴らだ。ではやはり死亡者は高野さんだったのですか。ええ、残念ながら入江機関の早急な制圧を。彼らはすでに地上での発砲を繰り返しており、このままでは村人に発覚するのも時間の問題です。番犬の緊急出動を強く要請します。話はつきましたか。ええ、番犬部隊というのはどの程度強いのですか。山犬が機密保持のための多目的部隊だとしたら、番犬は戦闘のために特化した精鋭部隊です。装備も人材も山犬とは比べ物になりません。これからどうしますか、富武さん。ん？私雛見沢へ戻ろうと思ってます。まだみんな戦ってる。いいのかい。一度はくぐり抜けた視線だよ。リカちゃんが待ってる。私はまだ約束を果たしていない。なら戻ろう。僕もやり残したことがある。やり残したこと？